てのことだよというふうに眞鍋監督は話しています。日本のアタックは時間差攻撃、コンビネーションで山口が入ってきました。このセンターがおとりに飛んで山口が後ろから切れ込んでくるという形、ここからグッと切りますからね、向こう左方にね、ローテーションでここからキムヨンギョンが前に来ました。時間差攻撃、はい、アジアバレー同士のなんかこうテンポのいいバレーですよね、両チームとね、共に持ち味が似て、サイドのブロッカーになっています。木村が打ちました、つが上がっています。司令塔からエースアタッカーへ、アンダー崩れている、チャンスボール、さあ竹下上げてバックから打つ、勝てばベスト4の試合、日本第1セット網に乗り切れていません。移動攻撃速 い, あ い, い山本の攻撃、ジルっていうね、これはナイスナイス、バックアタックはエバタ、綺麗に打ち抜きました。一気にフォワード陣が速攻に3人入って、そこからバックアタックですからね、4人の攻撃ですね、はい、これバレーアタックです。早いバック、ウックルに入ってさらに動いてブロックを振りました。キムタネのサーブです、右へ移動です拾いました、強く打ち上がったサッカー、キムタネのサーブからネックした、そしてさあ竹下がトスを上げて木村沙織、サーブ木村沙織、竹下、そして、はい、ノーメのビークイその9メートルというバレーです。さあここはどうでしょうか、今もう完全にポイントされたなと思ったところね、竹下よく上げました、拾ったんだよ、井村崩されて竹下のここでワンハンドのトス、大したもんだ、のサーブがついています。第1セットちょっと崩されました、木村沙織、ここから難しいんですからね、そうですね、頑張った日本、バックから打つ、上がりました、2匹できていません。ランニングセット確かにさっと入っていきました、キムヨンギョンのフェイント、フェイント拾ったか、返す、タピスタッフ移動攻撃、フェイント、こうした難攻はサーチコアのジャンプサーバー非常に厄介です、移動攻撃さん、はい、その辺肌感覚としていかに最初にフッる、足を引かそしてキムヨンの高さが来ますからね、これもステップだいぶ修正は図れてきたという山本の移動攻撃、さあ来ました、メダルという言葉をあえて口にせず目の前の1試合と言っています。間にいるシャチコワも192センチ、これはです、早く2戦のバックトスからファン40クロス、山口よく上げた、竹下、竹下、そして上のチームに対してはね、はい、シャチコワもファンよく決めた、がさって日本の合宿にも参加しました。日本の男子ゴンチャラワのスパイクブロックにかけて、さあ3本目は木村、今の落としはセッターがいません、竹下はどこに上げるか、荒木はバカでくない、これねブロックがちょっとね寄りすぎちゃって追いついてませんね、はい、いいですね、1本目は佐野、井上は使えないか、中国は盛んにサーブの守備とかすごいしてるんですよ、ちょっとねバックアタックでした、今度はレフトに来てレフトを我慢して日本ここから反撃につなげるか、ベストファンになるわけですね、ハイエンジェよく拾いました、オーバーネットですか、オーバーネット、日本のポイントになりました、さらに帰る韓国のコンビネーションを使った、ハイヨンズを拾って返下げ、日本チャンスボール、井上拾った、一人で一旦止めているキムヨンギョン、よく拾った、やっぱり仕事がやっぱり超いいですね、日本ね、竹下です、キムヨンギョン拾いたい、さあ来る、上がった、よく拾ったんですね、1本目良かったですね、これ繋げたかったな、こういうところで相手のブロックは動いてますよ、ガモアです、おっとなかなかできないので、レシーブしたら褒めてくださいって言ってましたかね、そうします、これは助走の取り方が少し人とは違うか、沙織拾って普通はバックきました、この2は良く反応しました、竹下ね、わざと伸ばしてきたサーブ、崩れながらのサボだ、止めるサーブ、ゴンチャロは竹下だ、こんだけもうこうしたトスしかない、竹下が入った、竹下が入った、バカだ、ガモア、竹下が拾った、もう一本ガモア、綺麗に返してそこからの攻撃の組み立てでサボだ、サボリ、日本竹下が下がってのサーブ、日本リードサーブ、竹下崩
ますね。そうですね、そしてロシアの選手もそのデータ見たり試合見てるので。第3セットのゴールにたどり着く日本か。竹下の押し合いです。ハンヨンがまだ持ってるかしています。ハンヨンのサーブネットに近い、乱れました。13人目、14人目の選手も同じ全日本の選手、見てください、竹下です。身長差どんだけあると思ってるんですか。